探索しててこいつらを見かけた人も多いだろう。一体この巨人はどこに向かってるんだ？大体地図のこの辺りに現れるよ。ってことでどこに行くのか気になったから、一緒に連れて行ってもらおう。とやー。てやべ、見つかっちまった。今日からあたいがキャプテンだぞ。言うこと聞きやがれ。いてー。ふう。とりあえず乗れたから、このまま放置してみよう。ってまた来やがったぜ。こうなったら変身だ。これならバレねえだろ。ってちょっと前が見にくいな。チェーンジ。おお、これなら前も見えそうだぞ。よし、このまま見物と行こう。ってなんかやばくないかこれ。バレたかと思ったぜ。さあ嵐の関門まで来たぞ。お、ここが終着点のようだ。ちなみにこの車の後ろには宝箱があって、その中には筋力30必要なグレートアクスが入ってるよ。さらにここから見える車の後ろにも宝箱があるんだ。こっちにはフレイルが入ってるよ。企業戦士の人は取っておきたいね。ちなみにこの巨人も倒せるんだけど、攻撃するとこんな感じで足踏みするから、倒す場合は気をつけよう。では諸君らの健闘を祈る。